ちょっと無理。今回は三国志14パワーアップキット実況していきたいと思います。前回は激しい戦いの末甲州を攻略して、おまけで生徒も攻略したところまで。劉将軍滅亡まであとわずか。北では曹操が馬頭軍に滅ぼされそうだったけど連合に助けられた感じ。連合の期間はあと16ヶ月だけど。解散する前に打開させてやりたいな。16ヶ月あれば県内に雲南を攻略できるかな。間違いなく移動メインになりそうだけど。近いように見えてかなり距離があるからね。じゃあ、さっさと劉将軍を滅ぼしちゃおうか。だなぁ、早く終わらせてやらねば。結構兵は少なめぇ。面地区間に兵が残っているからね。攻めてこないだろうから無視するけどなぁ。攻略するにしても兵を失うことになるからね。今駅州にいる兵で攻略しないとだからなぁ。増援を送る時間がもったいないから。送るだけで年単位の時間がかかるからなぁ。その時間 GA もったいないよね。で、懲りない曹操くんは韓国間に攻めてきてる。連合解散後に滅亡まっしぐらかも。もう少し兵を蓄えてからとかって考えはないのかな。馬頭軍を見習ってね。気づいた孫政が補正込みで統率100になってた。孫策軍で一番城門を破壊した男だろうから。ほんと頑張ってるよな。セイランがもう少し使えていれば孫興にも出番はあったんだけど。契約がうるさいな。古老館の治安がどんどん落ちているよ。気力100分しなんとかしろ。曹操様ですか。これで何度目かの韓国間防衛は終了だね。生徒から全力で出陣したら県内で動きが。コツコツコツは生徒攻め。短期で落とそうとするとか気が狂ってるレベル。もう少し兵は大事にしないと。なんか面地区間から生徒に攻めてきたんだけど。まさか攻められるとは思ってなかったよ。落ちないとは思うけど。誰もいないから派遣しないとまずいかも。こっちはこっちでゴツコツコツと激戦中。面倒な話だよ。孫翼も参戦。後続が来てるし。我が軍略で勝利を導かん。ここで周囲が燃やしていく。それはそれで前に進みづらくなった気が。ついに賊が出た。ゴツコツコツは消滅。そして、孫翼が走る。ここで孫翼くんが技法にかかる。どこまで行くの？どこかわからん。でも、いい感じに追撃しているね。孫翼が突き抜けていく。貢献はなんで前に進もうと思ったのかな。あれは補給線切れるかもだけど事故だな。我が軍略で勝利を導かん。さらに周囲が燃やす。道を燃やすと進軍に時間が。燃やしてしまったもんは仕方ない。あんなところに罠があるのね。孫将が、あの微笑みデブが。貢献捕まえた。また埋伏される。孫翼と孫策が走りに走っているね。罠にかかるけどな。そういえば、生徒は無事防衛完了。かなりボロボロになっているけど。面地区間の兵は6000程度まで減ったからもう攻めてこないはず。面倒だから来ないでほしいんだけど。気づいたら攻めてきている曹操軍。ほんと驚くから勘弁してほしいんだよね。さらに勝者報徳まで連れてきてるし。でも、韓国間なら問題ないよ。孫将校と孫党の連携で、報徳撃破。あとは曹操様だけ。こっちは時間かかるかな。硬いもんな。虎の娘の力、その身で味わえ。韓国間防衛中だけど県内攻撃準備が整ったから総攻撃開始だ。奉仕組は損害が大きくなりそうだから待機させているよ。待機させてたけどもう落とそうだから参戦。第二形態、さっさと落とせ。契約がうるせえ。最終形態、あと少し。徴兵全滅で県内攻略。セイランと勝者の組み合わせは楽ちんだね。あんまり併用はできないけどな。そこまで兵がいないからね。で、期待できない捕虜は。
いないよね。古社寺まだ生きてたんか。駅周で頑張っていたようだね。でも、その頑張りもここまで。さようなら。さて、次はさらに遠い雲南か。貢献捕まえてたんだった。41年よく使えたね。兵糧の心配があるので全力ではなく1万ずつでい。孫生の到着が100日後か。かかるな。3ヶ月近く待ち続けるのは嫌なので武石を攻略するよ。曹操軍に対する嫌がらせの一環でい。孫行や孫欲の手が空いたからというのもあるんだけどね。その暇つぶしだけど。20日程度で武石を攻略。粘られても損害が増えるから早めの攻略は助かるかな。で、捕虜を捕まえたと。崩壊にしばしじゃない。二人とも若いのにこんなところに派遣されて。じゃあ、さようならだな。まだつかない。年内に攻撃開始できればいいかな。となると攻略は年越しか。馬頭軍が動く気配を見せたけど。一瞬で引き上げたね。で、曹操軍は相変わらずすり減らしに来てる。うちがすり減ればいいんだけど曹操軍がすり減るだけなんだよね。いつも通り報徳撃破。で、曹操様が戻ってくるから撃破するだけの簡単なお仕事。兵がもったいないねー。曹操様は消滅。これで少し静かになるかな。ここで孫漢の息子が成人。なんか位置がついてると良くない名前な気がするのは違う人かな。多分、それはロイチじゃない。なんか悪さをした孫後の武将だった気がするよ。孫一くんは、そこそこ、優秀かな。まあ、かもなく不可もなくかな。陣形は眼光だけか。雲南攻略開始。迎撃。厄介なところにゴツとツコツが現れた。孫生が動けないじゃない。早く撃破しないと。周囲は取り付いた。これはいい一騎打ち。孫策ならゴツとツコツごとき撃破してくれるはず。武力差は16。いける。小覇王が力。解くと見よ。かかってきやがれ。一撃はなし。楽勝ムード。あれ、これはまさかの引き分け。これはないよ。最後の最後でまくられたな。式に変化はないわけだし倒せばいいだけだね。で、それはダメ。孫生がやられるとかなり厳しくなりそうな予感。当然武力で勝ってるわけもなく。いきなりね。正々堂々参ります。一撃だ。33の差があったら仕方ないよね。捕獲も討ち死にもしなかったからよしだな。また今度は孫策に仕掛けていったし。孫策なら問題ないかな。孫策が怪我してる。これはまずい展開だね。こんなところでゴツとツコツ無双を見せられるとは。ここは孫策に頑張ってもらいたいところだけど。弱い。なんかいいのが入った上に強攻撃。助かってよ。それが全てだね。勝っても純粋に褒めれないのが何とも言えない。我が軍略で勝利を導かん。ここで周遊さんが燃やしていく。ほんと燃やすのが好きだね。孫家の軍略見せてくれん。最近みんなぼっち率が高いな。かかれ、行くぜ。コツコツコツが倒せない。あと少し。第二形態、孫生早くついて。コツコツコツ撃破。珍しい4人連携が見えた気がしたんだけど。
せっかくの4人連携、固有戦法でやってくれよ。本当にね。最終形態、尊勢が取り付いたから時間の問題。コツコツコツの奮闘で時間がかかったけど無事攻略。コツコツコツがいなければもう少し楽に攻略できたはずなのに。これで優勝軍は滅亡。長井駅周平定戦が終わったね。となれば連合は瓦解。馬頭軍がまた動き出すね。うちはその隙をついていけばいい。その前に捕虜を選別しないと。そういえば捕虜がいたか。といっても孫生がいるわけもなく、コツコツコツはあれだけ一気打ちやっても気づか。眼見恐るべしだね。孫策は引き分けでも怪我させられてるのにな。じゃあ、さようなら。馬頭軍は早速長安攻め。失敗してるけどね。主力は天水から来る部隊だから。また溜め込んでたわけね。ちなみに孫策軍は陳倉の南で待機中。みんな長安に向かったな。ただ数的にヤバくない。どうだろうね。うまく守ればという気はするけど。迎撃に行くメンバーが悪い気がする。取り憑かれた。対応次第で落ちるね。脅威も参戦するしかなり厳しい。ここで曹操軍最後の猛将報徳が出陣。早くも貫水撃破。脅威も撃破。残りは強族武将だけ。報徳一人で殲滅しちゃった。最初から報徳を出してればよかったのにね。それな。馬頭軍が長安を攻めている隙に孫策軍が北上し天水兵。約10万ほど動員したから負けはないはずだよ。総攻撃開始。孫悠孫霊、久しぶりに大凶商業、それに孫氏が参陣してる。孫官も傭兵官の守りから攻めに転じているよ。動員しすぎで兵糧がやばいけど。見るがいい。これが周公金の家計だ。周瑜が燃やしたからもう安心。みんな突撃するだけで終わるね。第二形態、馬頭軍は最後の意地くらい見せろ。三人連携。また三人連携。いい感じに連携が決まる中最終形態。固有戦法でぜひお願いしたいんだけど。通常戦法だと見えづらいからな。結局反撃がないまま天水攻略。兵はいたんだから悪あがきくらいすればよかったのに。捕虜はいかがか。あ、脅威がいる。馬頭の一族も結構捕まえたし、馬頭軍終わったんじゃない。馬隊に関水もいるもんな。初戦で終わるとは何とも言えない弱さだね。溜め込むしか能がないんだろうな。ほんと馬頭軍は困ったものだね。じゃあ、さようなら。南征が終わり北伐を開始したところで今回はここまで。次回最終回、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。